チケチャ TV。始まりました、ゲッチャ TV。 イエーイ。今日のですね、スペシャルゲストはですね、松永玲香ちゃんです。こんばんは、松永玲香です。じゃあ、ちなみにカメラに向かってですね、自己紹介お願いします。はい、松永玲香です。19歳です。お兄ちゃんがゲームマニアのせいで、私はあんまりゲーム機とかに触れないので反面教師ですね。私はあんまりゲームができません。はい、じゃあ今日この番組でですね、しっかり洗脳しますからね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それとあと、れいかちゃんのちょっと DVD が、はい、はい、こちらのちょっと説明を紹介お願いします。こちらがつくばテレビさんよりなんと12月31日に発売されました。お、はい、グラビアプラス松永れいかという DVD です。で、こちらがですね、ジェネオンエンターテイメントさんより発売されてます、はい、ファイトガールズという映画でレイカが出演させていただいてるやつです。はい、そんな感じで、はい、いきたいと思います。そんな感じでお願いします、はい、あとですね、もう一つ告知がありまして、実はレイカちゃんはですね、あのヒットボックスのサイトで、はい、エンタ371というのがあるんですけれども、そちらの方でですね、実は今、グラビアプラスで出演されているそうで、あ、はい、はい、ぜひね、こちらの方もね、見ていただいてですね、いいと思いますので、ぜひ、見たい方はヒットボックスのトップページからですね、ぜひ、はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、では、最初の1本、風雲新選組を山ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山ちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新選組ね。はい、新選組ですね。新選組ね、はい、新選組のあの鉢巻き、千の字がなんかちょっと違うような気がするんですよ。それは作るんじゃいけないとかだったんですね。そうなんですね。はい、申し訳ありません。はい、今日はですね、元気からこちらのソフトが発売になりました。ビョン、あれ、風雲新選組、うん、はい、その名の通りね、新選組のソフトなんです。ちょっとね、あの今デモムービーが始まったんですよ。ちょっと見てもらえますか。はい、あんなにね、綺麗なムービーがね、入って、まこと、はい、今ね、これはあの世にも有名な池田屋の事件、うん、池田屋に不定老人が集まってるので、うん、生活に来たんですよ、うんうんうん、はい、こういうムービーがね、ハイリーの、はい、自分は何をするかと言いますと、はい、自分は新選組の、あ、新選組入ったばっかりの侍なんですよ。はい、まず新選組に自分がまず入って、うん、そう、新選組大使になるところから始まります。なるほど、はい、でね、こういろんな顔があるんですよね。これでまず自分のキャラクターを作ります。うん、どれがいいですか。あ、そのこいつ、じゃまあね、こう紛れてる方ね。もうちょっとこっち、そうだ、その人です。この人、この人ね、髪の毛ツンツン立ってる人は好きです、はい、で、これ名前を決められます、いろいろとね。とりあえず今日はこのデフォルトのまま吉村一郎で決定と、はい、ことでね、はい、始まりました。一番最初はこう新選組の中でも有名なね、大北総司、土方歳三、近藤勇っていうね、こう有名ですよね、3人ね、うん、この人たちと一緒に任務をこなすわけです、うん、でペーペーの大使がいきなりこんな3人と任務をこなすわけですか。そうなんですよ。しかもすごいことにですね、この3人を引き連れていくんですね。おー、すごい。ちょっと飛ばします。なんか弱みでも握ったんですかね、はい、今これ自分が作ったこいつです、吉村一郎君、はい、で後ろに控えているのは土方、近藤、沖田ね、この3人がいます。で、こう今ね、寺の境内に不定老子がいるんで、そいつらを成敗しろっていう任務なんですよね、はい、あ、勝手に倒されましたね。何もやってないですね、吉村一郎ね。大
誰を倒しに行ってるんですか？あのね、その任務ごとに不定老師の親分がいるんですよね。その親分を成敗するんですよ。その親分のところに親分がボスキャラですね。そうです。親分いるかいないかわかんないんですけれども、こいつはね、雑魚です。あ、雑魚にいきなりあれですよ、情報を嫌いましたよ。すごい上段に構えてから刺してますね。そうで、これもね、剣術もいろいろありまして、はい、今画面の左上に小さくね、漢字で1って書いてあると思うんです、剣のところ。わかりますかね。これがね、剣術なんですよね、うん、今こういう1だとこういう技なんですよ、うん、でこれをセット2にするとちょっと変わったの分かりますか？はい、うん、でこれ敵がいます、ここにこいつを倒します。えでね、うん、黄色いゲージが点滅するんですよ、うん、点滅した瞬間に三角ボタンを押すと、はい、仲間と一緒にこういう連携技を出すことができます。おー、いやーすごい。今の近藤さんとの連携技ですね。ですごいところはね、血しぶきが飛ぶんですよ、うん、ちょっと、あ、死にそうだ、俺を攻撃してくれ、俺を攻撃しよう。 あれですね、吉村は何もしないで皆さん強いんでね。なるほどね、うん、体調クラスですからね、うんうんうん、皆さんね、ちょっと今本気でやるんで、これをお願いします。あ、了解です、はい、預かりました。 DVD 預かりました。あ、すいません。これはですか、自分が大使の一人となって、うん、歴史を動かすぐらいになっちゃうんですか？ね、一応新選組の史実通りに動いています。あ、そうなんだ、なるほど、はい、あんまり良くはないんです。ただ、うん、その本当は実際に関わったことがわからない本当の幕末の有名人、坂本龍馬、うん、西郷隆盛、うん、あと岡田伊蔵とかね、うん、そういう人たちも実際に出てくるんですよ。へ、はい。でね、こうやってあの、うん、街の中をいろいろ探して龍馬がいるところを探し出すんですよ、これ。あ、そうなんだ、うん、今前をかけてる町人は何ですか？これね、あの仲間ですね、槍を持ってるじゃないですか、はい、刀だと収めてるとあの兵、あの兵なんて普通にしてるんですけれども、槍だとしまえないじゃないですか、うん、だからみんな逃げちゃう。あ、なるほどね、武装の人が来てると見たんだ、みんな怖いなぁ、幕末の京都って怖いですね。危ないなぁ、町人に聞き換わってます。町人はね、3人まで来ても大丈夫です。本当ですか？本当ですか？はい。で、ここでね、はい、出てきたのこいつが坂本です。あ、出てきたんだ。すごい。そうです。あ、進めてください。はい。いやいや、見ちゃいましょう、じゃあ。で、坂本龍馬とね、会ってこう、いろいろ会話があるんですよ。なるほどね。うん。はい。じゃあ、この先は、あ、戦うんだ、結局。そうです。なるほどね。強いんですよ。すごい。え、坂本龍馬って、拳銃持ってパーンじゃないんですか？そう、拳銃持ってるんですよ、実はこいつも。やっぱり。うっかり遠くにいるとね、パーンって撃たれちゃうんですよ。ちょっと遠くに行きましょうか。はい、そういうわけですね。撃たれない。はい、龍馬にね、撃たれる前にね、じゃあこれちょっと締めたいと思うんですが、ちょっと死んでみたいと思います。あ、とどめさん入ってましたね、今、やっちゃんね。はい、死亡しました。ということでね、ちょうどいいタイミングでしたのでね、ここまでね、次に行きたいと思います。その山ちゃん、ありがとうございました。ちょっと駆け足だったんですけどね。え、終わり？終わりです。はい。はい、じゃあ、いいっすか、いいっすか、いいっすか。はい、どうぞどうぞ、はい。ですね、今日の、これからの時間はですね、切られ、ギャー切られて、切られ方こうだわ、あーしもっとついてはい。はい、痛みが快感に変わったところに登場した世界のアフィアです。はい、ということで、はい、どこだ、あー、切られてーはい、今回ご紹介しているのはザ・シムズと言いまして、エフトニックアーツから出ました、はい、ゲームなんですよ。はい、そうですね。前回ですね、僕紹介してるんですけども、うん、今回ザ・シムズってことで、いろいろバージョンがアップしてます、うん、なのでより楽しめるんじゃないでしょうか、この格好。これ僕の部屋なんですけども、はい、今僕座ってます。あれアキラの分身ですか？これはアキラの分身ですね。はい、ということでちょっと3割増しにかっこよくしてみましたあれは結構作れるんですか、自分でいろんなキャラクター。かなり髪の毛とかもパーツも多くてですね、まずこのゲーム始めるときはまあ家具はないんですが自分で買っていくんですけども、うん、まず職業につけなきゃいけませんね、うん、今回職業はですね7個ありまして、今僕の職業はですね、うん、詐欺師です。それ職業なんですか、はい、犯罪じゃなくて詐欺師の職業をやってます。っていう感じで裏稼業職業とかとか、うん、あと他に、うん、俳優コースとか、あ、表の職業もあれば裏の職業もあると。科学者になったり、なったり、ファッション業界行ったり、うん、軍人になったり、うん、ヒッピーになったり、うん、スポーツ選手になったりしてますね。はい、切るところですねあ、今ですね、まずパラメータを紹介しますね。はい、はい、まず、これはですね、いろんなパラメータがありまして、より緑にしとけばいいんです、全体的に、うんうん、で、左から、お腹空いてます、次は
シャワー浴びたいです、寝たいです、好きな人欲しいです、うん、居心地よくなりたいですってこうどんどん分かれてるんですが、うん、今一番下がってるのが赤いの真ん中の男と女が向き合ってるやつですね、うんうんうん、あれはちょっとね、俺ちょっと寂しいなという状態なの でそういう場合は電話をかけて彼女を呼び出します。おお、彼女いるんだ。もう彼女いるんですよ実は。この人ですね、いっぱいいるじゃないですか女の人は。いすいませんあのね、仲が良くなってくるんでどんどんなりまして、いろいろですね、付き合ったり別れたりとまあしますよね。そうですよね、うん、しちゃいますよね。でもこのゲームでは刺されることもなく、うん、刺されることないんだ、円満に別れることができる。本当に、うん、素晴らしい。でこんな自分がぼーっとしてる間に、あ、誰か来てますよ。これ前の彼女なんですけどやばい、鉢合わせしてじゃないですか。やばいね、これはね、ちょっとまずいですね。ね、うん、でもそういう時はテレビを見てリラックスと。ひどい男だあ、買いましたね、買いましたね、開けたんですかね。こうテレビを見たりすると、うん、右から2番目の楽しさが上がってくるんですよ。こういう感じで自分もどん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 バランスよく、自分の気持ちを、よくしてもらいたいと、うん、なるほどね、はい、あ、だいぶ来ましたね。来ました、僕の彼女ですよ。本命ですか。本命です。あれ、どっか行っちゃいましたよ。本命です、大本命です大本命、はい、ありがとうございましたね。これはですね、いろいろ左からですね、友達のパラメータがありまして、うん、今98です。どん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 もっとあれがニコニコマークになってくると結婚できたりとか。あ、てか神社以外全員ゼロですね。はい。何やってたんですか。今くすぐり合ってんです。俺の一番好きなやつがこれです。抱擁する。おお。で、ちょっとこうどん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 そうすると自分のパラメータが上がって、うん、どん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 寂しくなくなってくると。おならをする。おならをしたりとかできますけども、背中をさせるっていうのはちょっと微妙なね、微妙な。微妙なね、感じですけどね。そんなことで今プラスで出ましたよね、上に、うん、プラスが出ると、好感度が上がって、マイナスが出ると、好感度下がってくると。なるほど、うん、で話をしてどんどん話が合うとプラスになったりとかするわけなんですが、お、なんだ、あ、贈り物もらっちゃった。お、プレゼント、あ、すごい、おーおー、やったー、あ、すごい喜んでる、うん、あれ可愛いな、あれコツですがね、もらった時オーバーに喜んで、もうかけようかしらって女の子に思わせるテクをやっぱり詐欺師としては身につけてると。人生哲学ですね。はい、そういうことで、はい、補足、そう、補足として今回オンラインになってまして、はい、うん、オンライン対応で、みんなのゴルフみたいに、うん、こういうフロアがありまして、そこでチャットをしていろんなことをコミュニケーション、ね、実際の人間とコミュニケーションを取れるようになってますので、なるほど、ぜひオンラインの方も楽しんでください。はい、ありがとうございました。ちなみに僕はエビが好きです。エビね、はい、はい、どうでしたか今日2本見てみて。今日は、うん、全然性格の違う2本だったんですけどね。そうですね、でも多分私新選組の方がハマると思いますよ、うん、あ、本当に、うん、やっぱり切ったはった方が多分面白いかな。おお、新選組をやってみたいです。じゃあ、ゆかちゃんはその新選組ということで、実はですね、今日元気からですね、新選組の体験も10枚いただいております。イエーイ。ということでですね、こちらの方をプレゼントしたいと思うんですけれども、いつもですね、プレゼントはプレゼントキーワードということで、はい、ゲストの方にですね、今日の一言を言ってもらってるんですけれども、何にしましょう今日は。今日何にしましょう切ってやる。はい、よし。はい、今日のですね、プレゼントキーワードは切ってやるという感じでですね、そういうニュアンスを書いて送ってください。はい、宛先はですね、ゲッチャットワークヒットボックス COJP ですので、そちらの方に、本日のキーワードと、住所、氏名、年齢まで書かなくてもいいですけどね、今日の番組の、感想を書いて送ってください。抽選で10名の方に、こちらの体験版をプレゼントしたいと思います。次回もですね、面白いソフトをどんどん紹介していきますので、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、それでは今日のゲッチャテレビはここで終わりにしたいと思います。また次回もお楽しみに。それではまたね。宛先はこちら。